ガルーラインドネシア航空200便墜落事故は、インドネシアのジョグジャカルタ特別州で2007年3月7日午前7時過ぎに発生した航空事故である。この事故で、乗員乗客140名のうち21名が死亡し、110名が負傷したスターヨーロッパ航空時代の事故機ジャカルタ発、ジョグジャカルタ行きのガルーラインドネシア航空200便は、現地時間の午前7時ごろ、 ジョグジャカルタのアジスチプト国際空港に着陸する直前に急激に高度を下げた後着陸した機体は通常の着陸速度よりも87ノット速い221ノットで滑走道端から860メートル先に着地した乗客によると機体は墜落する前に激しく揺れ動いたその反動で機体が3回にわたって跳ね上がり前輪から火を吹き出したまま滑走路上を走行し そのままオーバーランした。空港敷地外の田んぼに突っ込み、その後しばらくして機体は爆発、炎上した。なお、火を吹いた前輪は後に滑走路上に残っているのが、発見された。200便には、乗員乗客140名が登場していたが、そのうち21名が死亡し110名が負傷している。犠牲者中9名は手当てもなしの状態であり、 また左側の前方扉が破損したことから避難できなかった乗客が機内で消失したとみられている。200便には外国人が19人搭乗していた。この日はオーストラリア外省の訪問に合わせてオーストラリアから外交官やジャーナリストなど関係者が搭乗していて事故に巻き込まれることになった。また日本人2名が乗客の中に含まれていた。 この事故で機長と副操縦士は生還し、着陸直前に急激なダウンバーストに見舞われ、さらにフラップがうまく作動しなかったと証言していた。だが、当該機は航空管制から15回も機体姿勢に問題があると警告されていたにも、かかわらずいずれも無視していたことが指摘され、当該機の機長と副操縦士が喧嘩をしていて、それによる 意思伝達面でのトラブルから結果的に事故に至ったと考えられている。蒸気の問題に加え、胴体着陸に失敗した可能性も指摘されている。当該事故を取り扱った、命令、航空機事故の真実と真相によれば、機長は着陸時にフラップを15度に設定する洋服操縦士に指示したが、15度に設定するには速度が速すぎて、 フラップが破損する恐れがあったので副装重視は5度に設定した。しかし、副装重視は機長に15度に設定できない理由を説明しようとはしなかった。その結果、機体は着陸するには速すぎる速度で降下した。機長は着陸という仕事に集中しすぎて、警報などが耳に入らない状態に陥り、着陸速度が速すぎることに気づかず、鳴り響く警報音や、 着陸復興を支持する服装重視の声さえも認識できず無視して着陸を続行したため事故に至った過去にもこのような事例があったことから事故調査委員会は背景としてカルダインドネシア航空のパイロットへの訓練不足や燃油を節約できたパイロットには報抄を与えていた企業体質にあると指摘しているまた番組ではこの事故以前にも ガルーダインドネシア航空は421便や152便などの事故を起こしており、メディアに批判されたと表現されている。ありがとうございます。